さあやってまいりましょう。手持ちの粒すべて紹介し終わるまで終わりません。続きましてはファインディングリムよりクラッシュですね。はい、やっていきましょう。皆さん、ディズニーシーのタートルトークって入ったことありますかね。僕もね、一回タートルトークで入ったことがあるんですけど、その一回がまさかね、手を上げるんじゃなくて、そこの列の一番右にいるお兄さん、ヒレを上げてくれって言って当てられたことがあるんですよ。いや、あれはいい思い出だったですね。まさか自分が当たるとは思ってなかったんでね。いや、当てられてね、ヒレを上げてくれって、あ、そうそう、首にコンボを巻いたお兄さんって言ってね、ちょうど行ったのが2月だったんですけど、ま、マフラーをね、巻いてたら、それがまさかのコンボって言われるとはね、どんな感じ？あ、めっちゃ臨場感ある。わ、かっけえし、なんかすごい臨場感ある。本当に泳いでる感じになるね。これはなんかこう、得点稼ぐとか、コイン稼ぐとかっていうよりも、なんか、単純に、こう、アクティブで使うのが面白いつもですね。全然消せるところがねえな。なんか今回、あれですね、外れ回だな。厳しいな。めっちゃクラッシュ回ってるし。ぐーしゅ。クラッシュいいね。消しますね、いろいろ。そうそう。で、まあ、ヒレを上げてくれて。で、ソコロリさん、名前を教えてくれって言ってね。まあ、本名をね、フルネームで名乗ったんですよ。まあ、例えばブルーホースっていう感じで名乗ったんですね。そしたらね、その、下の名前、ホースだけとかじゃなくても、常になんかね、フルネームでブルーホース、ブルーホースって呼ばれるようになって、で、この中で泳げないやつ、ヒレを上げてくれって言って、僕、手上げなかったんですよ。そしたら、ブルーホースなんだお前、泳げないのかってね、もうね、終わるまでずっといじられ続けるっていうね。で、亀式の挨拶を教えてやるよ。さあ、ヒレを両手に上げて、うおー叫ぶんだーって言ってみんなの前でね、うおーって叫んだらね、ブルーホース、お前の何かが吹っ切れたな、なんていうね、にらまれたりしたらね。で、途中でサボったりすると、おい、ブルーホースサボったんじゃねえぞ。ずーっとお前のこと見てるからな、なんてね。はい、ということで、臨場感あふれるつもりでございました。では、次回。